の時間です。若藤です。西です。佐藤健太です。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。佐藤健太さんにお越しいただいております。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。1989年、ターボレンジャーっていう形で主演でね、レッドターボをやられた佐藤さんですよ。いつまで経ってもヒーローですよ。そうですね。ねえ、それは本当にありがたいことですよね。映像は永遠なんで。うん、ね。映像年取らないですよ。ずっと残ってますからね。その中のやっぱ一人で選ばれたことを本当に光栄に思ってます。今となっちゃね、俳優の登竜門になってますけどね、はい、怪我とかはなかったんですか？怪我は、ぶっちゃけ骨折とかはなかったですけど、もう、捻挫とか、もう擦り傷とか、うん、もう、いわゆる傷に膿が入っちゃって、もう、化膿したりとか。化膿して、医者に行く時間がないから、自分で安全ピン、火つけ、炙って、刺して、膿抜いて、やっちゃった。巻き棒塗ってみたいな。赤チンとか赤チン当時赤チンが目立っちゃうから、あ、そうかでもレッドには合いますよね。ねえそういう問題ですか。そうここに赤チンですけどどうしたみたいな。ターボレンジャー当時のそのスーツとか、うん、衣装、うん、持っとられる。持ってます。ということは終わったらあげますっていう感じなんですか？あげますって言われてないですよ。持ってない人が多いんですよね。ですよ。で僕衣装さんと仲良かったんですよ。仲良かった。で、何が仲良かったかっていうと、僕その時に競馬をやってて。馬。馬。はい。馬券買ったりしてるんです。はい、で、大体僕とブルーターボと闇丸さんが競馬が好きだったんですよ。だからちょっと、バスの中で競馬新聞見ながら。佐藤さん、ちょっといいですか？高校生です。高校生ですよ。高校生ですけど。高校はやる。はい、みんなでこうなんか赤ペンでこう指示つけたりしてる中で衣装さんも競馬が好きだった。なるほど。だったら僕買いに行きますよって言って手伝った。何回か買ってきて あげてきて、で取ったらちょっとお小遣いもらったりとか。なるほど。そういう関係だったんです、はい、でも別にそれがこれを衣装をもらうためにしてたんじゃなくて、最終回終わった時に「鈴木さん、ちょっとこの衣装欲しいんですけど、ダメですかね？」って言ったら、ん？いいよ。おっと、まあ、よかったです。代わりに、それで、馬券買ったから。馬券買ったから、まあ、それもあるんですけど、で、いいよっつって、言ってくださったんです。なぜかというと、東京衣装さんの衣装って、いろんな、倉田くんのね、衣装とかにしても、うん、みんなドラマで、あれ、どっかの戦隊で着てたやつだなっていうのが分かるのがあるんだけど、うん、炎力の衣装だけは、あれはあれしかないだろうみたいな感じで。そうですね。結局よそで使えないっていうのもあったんです。使えないってもあったんです。だったら全部欲しいなと思って、いいよと。で、ボーダーとズボンも欲しいっつって、だから、いいよいいよ、持ってきて。人ってのは欲深い。まあ、僕は人一倍欲深い。まあ、ありますね。はい、人間だから。はい、人間。人間だもの。人間だもの。はい、で、鈴木さん、レッドタオルの衣装とかって、無理ですかって、うん。変身後の。変身後のやつ。はい、なんでって聞かれたから、僕最終回に来てたから思い出に欲しいって言ったんですよ。まあ言っちゃったんですね。言っちゃったんですよ、うん、そしたら、いいよって言われて、え、あ、じゃあ変身後のスーツも持っとる。持ってんすね。変身後のスーツもいいよって言ってて、どれが欲しいって言われて、まあアップ用と、まあアクション用と弾着用と、そうそうありますよね。で、僕がもらったのは弾着用で、なぜかというと僕は最終回で新堀さんが来て、僕が来てた、はい、思い出の最終回のボロボロだったんですけど、はい、それをくださったんですね。何年か前のスーパー戦隊スピリッツ、うん、ライブでね、歌を歌われて、はい、途中でこうジャンパーをバッと脱いだら、はい、当時の衣装着てるじゃないですか。今でもやってますけども、はい、まあ、あれはあ、サイズはもう全然、まあ、細いですもんね。あ、当時のままの体型なんで。お、そうなんですか。はい、ただ最初はファンサービスで来てたんですよ、はい、でもあまりにも盛り上がってくださるんですよ、会場が。いや、だってあそこでバーってすごいんですよ。ますよね。すごいんですよ。で、そっか、ね、影山博信さんとかね、うんうん、堀江光子さんとか、
水木一郎さんと、うん、佐々木勲さんと、うん、すごい歌手の中でアニソンの大御所で唯一俺が勝てるのはこれしかないと、うん、主役で主題歌をやってたということと、でもこの衣装を着るっていうのはできると、皆さんの作品ではできないことですよねってことが、あのとんでもないキャパの1500とか入るキャパで一人でよく歌えるねって言われると言われるんですけど、でもそれが根底に支えてくれてるから、で堂々とでシャーシャーと出ていって、なるほど、バシャーってやって、ガーってやって、わきますよね、あそこわーってきますよね、あれが、うん、もう癖になっちゃってて、設定は確か高校3年生ですよね、はい、ちょうどだから1年放送すると卒業の年になるんですよ。どうですか、最終回とか卒業設定なんですよね。そうです、はい、で最終回の卒業式で終わるんですよね。それでまた歌の話になりますけど、はい、大体の今までの戦隊ってオープニングとエンディングって最終回まで変わらなかったんですよ、うん、はいはい、後にやっぱ主題歌が2番が主題歌になったりともあるんですけど、でも僕の歌ってる5曲くらい歌ってるのかな、挿入歌を、はい、この中でダンスときめく心っていうのがあって、その曲が最終回に合ってるような気がして、台本もらった時からこれ最終回かかればいいなと思って行って、行動しないわけないじゃないですか僕が。そうですね、言わないわけ、言わないわけない、はい、だからいわゆる監督に、監督そんな CD なんか聞かない人だから、うん、テープも聞かない人だから、監督これ最終回の曲に僕合ってると思うんですけども、いかがでしょうかって言って、じゃあ聴いてみるよっつって、そこで終わって、うん、そこで終わって、全部撮影も終わって、うん、で、年賀状に監督から、年賀状来て、健太君、あの、最終回の初号を楽しみにしててね、つって、うん、うん、もしかしてと思って。で、みんなで、もう初号を見て、はい、最後、ダンスと決め心が、泣く、うん、ね、な、はい、な、なった時にもう、ちょっともう、うるっと来ちゃう。ああ、だーと思って。類似船爆発ファイヤーみたいな。なんだろう、ターボレンジャーって自分のできることとやりたいことを全て叶え、うん、その後にだって衣装じゃなくて変身後も僕もらってるんですよ、うん、で変身後の衣装、うん、あの弾着もらったじゃないですか、はいはい、で弾着もらったら今度手袋とかも欲しくなっちゃうベルトもちょっとあのこれね、これもらっちゃったんで、フルコスチューム欲しいですよね、ちょっと、ちょっと手袋とグローブとかもらえないですかね、うん、とか言ったら、いや、それはなーって言って、うん、ちょっと待ってねって言って、よこそ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 してきて、佐藤君にはいろいろお世話になったから、じゃあこれあげるよって。で、これあげる代わりに、3年間誰にも言わないでねって。なるほど、はいはいはい、で一番仲のいい朝倉君なんかすぐ言いたい方だったんだけど、彼にも言わないで、うん、で3年経ってもう言わなくてちょっと怖いから、うん、で5年経った時に、いや実はね、だからちょっと読みまらちゃったんだ、出たよって言われたけど、そういうのを恨むような子じゃないから、なるほどね、うん、でその時にもお面をくれるって言って、おで電飾用とアップ用とアクション用とどれか一つ持ってって言うと言われて、もう僕は迷わずアップ用ですよね、はい、そりゃ最終回に僕はアップ用かぶって、ニボさんもかぶって、でアクション用っていうのは何回も塗り替えられてるから綺麗だけど、はいはい、ちょっとムラがある、うん、だから僕はこのアップ用くださいっつって、じゃあアップ用もらってもらったまあでもね、それは持つべく人が持ってて逆に価値が出ますからね、20年か30年ぐらい経つともう別にその人もいないから話するんですよ、で、もう俺のとこもらえなかったよってね、みんな言うんですよ、うん、いや、もらえないよって、情熱が違うもんって言われて、お話を伺ってると、うん、ターボレンジャーってもう佐藤さんの青春ですね、いや、本当そうですよ、いや、ね、そうでしょう、でも今でもね、歌うとね、青春に戻れるような感じしますよ、ですね、やっぱあの時ああだったなとかって思い出しますもんね、例えば飲みに行かれたりしたらカラオケとかで歌ったり歌ってくれって言ったら歌うんですか、歌いますよ、いつでも、ああ
いや、歌いすぎだよってよく言われますけど、でいいですただやっぱり、いいですよ。なんかほら、その時に出会った人、例えばタブレンジャーではないんですけど、ジューレンジャーを歌うと、泣く人が多いですよ。なるほど。あのなんかメロディーが泣けるのかなんだかわかんないですけど、もうジューレンジャーで何人泣かせたかわかんないですから。そう。やっちゃったんですよ。やっちゃったんですよ。ジューレンジャーの歌は、動員の部分がいいんですよね。長い前奏で。そう。あれがね、こうすごい高揚感を戻せるんですよ。もうあのね、ライブ会場だからいいじゃないですか。はい、で、デパートとかで、ジューレンジャー師匠あった時に、歌を歌いに行くんですよ。あれ流されたらもうたまんないですよ。うん、1分間なんですよ、前奏。前奏長いですよね。長いですね、1分間。1分間ずっとチャララン、チャララーンとか、なんかその、いわゆる踊るでもないような、こう、リズムも取りづらい。まあ、世界観はあるんですけど、効果音っぽいような感じですよ。だからああいう、ライブ会場とかの暗いところであれがかかると、もうイントロかかっただけで、うわーってわかるんだけど、僕らが聞いても、来たみたいな感じがしますもんね。はいはい、デパートで、あれやられでもっつって、コロンビアさんに行って、あのイントロの切ってテレビサイズで、カラオケ作ってくださいっつって。短いバージョンで。はい、佐藤健太さんは年取っていくけど、炎の聞きは、永遠です。そうですか。あのまんまですからね。だからね、あの海外とかに行って、海外でやってる作品を見せてくれたりするんですけど、うん、各国の言葉を僕が喋ってる。フランス語でなんかこうボンジュールみたいなことを。吹き替えになってるんだ。吹き替えで喋ってた、うん、そのビデオを見たりするのも面白いです。全世界のターボレンジャーのファンの方見とられますんで、はい、そのファンの方に、メッセージ、はい、よろしくお願いします。お願いします。こんなにも戦隊が、愛され続けるとははっきり言って思ってなくて、なんだろう、その時には感じなかったことを今感じてます。どっかいろんな海外も含めて、いろんなところでイベントがあって、まだ知らない人たちとお会いできるのを楽しみにしてます。今日は本当にどうもありがとうございました。はい。ありがとうございます。またね、今、懐かしい新しい平成チャンネルなんで、また来てください。もう今度ね、ちょっと、お目持ってきますよ。わかりました。やったもう今日ちょっと違うことできちゃった西さん寄りできちゃったもんありがとうございますちょっと不良寄りで、はい、じゃあ今度またねそうですお待ちしてますんでよろしくお願いします、はい、じゃあ本日はありがとうございましたありがとうございました